橋を後にし東へと進みながらも、俺たちはキャンプを探した。残酷さとは何かを知っていたつもりだったが、何も分かっていなかったんだ。確かなことは、そこで見たものを俺は一生背負っていかねばならないだろう。生存者によると、ザスマンを含む捕虜は、東に3時間ほどのキャンプに移送されていた。俺にできるのは、あいつが無事だと祈ることだけだったんだ。最後だ。強制収容所か。来い。ここは放棄されたのか。まだ燃えてる。出て行ったばかりだ。あっちに兵舎がある。ダニエルズ、スタイルズと見てこい。アイエロ、俺と来い。隠したいことがあったんだろうな。仲間たちだ。カメラを出せ。世界に知らせるんだ。奴らは家畜以下の扱いをした。拷問し、飢えさせ、死ぬまで働かせたんだ。こっちだ。ナチスは俺たちの仲間を虐殺した。その罪を消すことはできない。見せしめにされたようだな。奴らは弱者も殺した。少しでも邪魔になる者は誰でも。ダニエルズ、こっちだ。ダニエルズ。ダニエルズ、これを見ろ。この痕跡を追えば捕虜の行き先もわかる。向かいましょう。あまり期待はするなよ。ザスマンと約束したんです。生きているという保証はないがな。軍曹、先導します。ザスマン、急げ。撃て。因果は巡っていく。やったこともやりたかったことも全てはこの瞬間につながっていたかのように。それじゃあ家に帰ろうぜ。あんな風に死ぬはずじゃなかった。俺のせいで。くそ！ダメだ。ザスマンを探そう。お前まで死なせるか。こんなところで。はすまん。ザスマン。何をされた？置いて行かれたと。俺はここで死ぬんだって。さあ飲め。ゆっくりな。ポール、いつも俺を見守っていてくれたね。そして今日もまた。この長い行軍で背中を押してくれる力は一つだけだ。兄弟がそばにいてくれたから。動乱の時代に君たちは答えた。人生をかけて平和と自由を守ったんだ。私からも感謝を送ろう。この先どんな道を歩もうと、君たちのそばには仲間がいる。英雄はなら。ここでお別れだ。ザスマンから預かった。お前が持っててくれ。パパだしな。励ましてくれるのか。しっかりやれよ。じゃあな。クイーンズ、ドラ息子が帰るぞ。お前はどうするんだ。ザスマンに別れを。軍曹、帰るんですか。ここが故郷だ。お前も再入隊を。俺はテキサスに帰ります。達者でな。はい。イカれたピアソンと共に戦ったことを息子にも話してやります。イカれてるどころじゃない。シカゴにも来いよ。もちろん。先にテキサスへ行ってやろうかな。大歓迎だ。なあ、俺たちが捕まった時、奪われたのは自由だけじゃなかった。一緒にはいたが孤独だった。どうにかして生き延びようと。でもお前は故郷に帰れたのに、なんで戻ってきた。そんな生き方する気はない。最後までな。最後までな。昨夜は違う夢を見た。家に帰ったんだ、一緒に。まだ狼の声が聞こえるし、時々その姿も見る。でも戦い方を教えてくれた。だからこれを受け取ってくれ。その身を挺して英雄としてのあり方も教えてくれたんだな。兄貴はいつでも俺の英雄だ。